皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もアーチャー伝説で遊んでいきます。さあ、今日もステージ進めていきますか。いぶきさんが一緒に遊びたいって昨日ライブでおっしゃってくださったんですけど、右下のこちらのマークであれですよね、ヒーローデュオとか開始してからお部屋作れますから、これでなんか2人で一緒に遊べるみたいですね。さあ、それもまた動画を撮りしたいですけど、さあまだレベルアップしましょう。レベル64まで上げられるようになりましたので、ミャオキャットちゃんでしたっけ猫放置ちゃん、上げますか。フレームじゃない、どこでしたっけ、こっち。さあタレントが行きますか。お、ヒーローパワーアップ来ましたね。4パーもアップしますよ。消費税だったらあれですけどね、10% アップですけど最初消費税 3% だったんですけどね、今 10% ですからね。で、食費とかだと 8%、 テイクアウトだと 8% ですかね。逆でしたっけ。よーし、あ、もうお金が足りない。パワーアップ、さあたくさんあれですね、ルーン、パワーアップ、フォージしておいて、あれしましょう。攻撃力123。近距離攻撃型の敵へのダメージ。攻撃力強いんですけどね。クリティカルマスターのチャンス。まあ、交換しておきますか。お、さらに攻撃力高い。あー、ちょっとお電話がまさかの、少々お待ちください。さあお待たせいたしました。まあ2秒ぐらいしか過ぎてないですけど、電話終わりました。会社の、やっぱり会社の電話が鳴ってましたので、お仕事のお客様からでしたね。今日土曜日お休みなんですけど、いやあれですよ、サラリーマン大変ということでさあ、無料で引ける黒曜石ボックス、さあ、おお出ました、最高ランク。影のロープ、後方のダメージが後ろからのダメージ、なかなか敵さんに背中見せないんですけどね。私剣士じゃないけど背中は見せないんですけどね。剣士の傷は、剣士の傷じゃない背中の傷は剣士の恥だと、ワンピースのゾロさんもおっしゃってましたよ。他のアニメとかでもおっしゃってましたよね、背中の傷は恥だって。戦国廉歌さんでしたっけ、私が動画を出ししてる。さあではどうしますか。猫ちゃん、猫ちゃんのレベル上げますか。まずはグレードアップでしょ。うわ、コインが足りない。あ、本当、あれ、いつの間にこんなにコインなくなってるの。私さっきのタレントでなくなっちゃったんですかね。さあゴールデンボックスも一回開けますか。ドケーンと。さあではですねでは行きましょう。今日はどこ、悪の居城、居城。前回は鉄棒の地だから、そうですね、ここで合ってますね。50ステージあるんですか、これは厄介ですね。まあ厄介というかお時間かかりますよねまず。ああ、 HP ブースト、あー、こっちで行ってみますか。ダメージなしでちょっとチャレンジしましょうか。ダメージなしでクリアするステージを、お部屋クリアするごとに体力が増えるという、最大体力。難しいですけどね、結構。まあ最初の方は、言ってる間からまた、打つまで魔法発射タイミング早いんですか、あの子。緊張しますよね、これちょっと。ノーダメージいかないといけないとか、プレッシャーがひどい。これは当たんないでしょ。よし、196ですか、ヒットポイントアップ。アタックブーストできますかね。やっぱスキルもいいのと、あまり強くないのもありますからね。
ちょっと来ないで来ないで。少しずつずれながら攻撃するパターン。あの子出すんですね、子供を子供を。よーし、レベル3早い。あー難しい。アタックスピードブーストできますか。危ない、撃たれる撃たれる。おでも50ステージあるってことは結構あれですよね、ヒットポイント増えるチャンス多いですよね。まあ、ヒットポイント多いほど楽ですからね、楽になりますから。まあ、これはアタックスピードでしょう。危ない危ない。あ、なんか飛んできてる。まあ、ステージ多いほど敵さん少ないから、最初の方。チャンスですか？悩む。悩みますね、これは。HP 増やしますか。もう HP100 万とかいったらどうするんですかね。和っぽいですよね。ほとんど何もしなくても勝てそうな気がしますけど。体力の、あれですよ、暴力とはこのことですよ。よーし。そう、ゆうきさん結構17ステージぐらいまで行かれてるみたいですからね。ちょっと、早く私も進めていきたいですね。まあ、動画を撮りしなかったらもっと進んでるはずなんですけどね、多分。お、愛ちゃんあれですか、今日、土曜日ですからね。皆さん学校お休みですかね。学校土曜日もありますよね、学校によっては。HP 増やす。すごい、14000になった。まあ、これで最悪復活も使えるますし、あれですよね。あー、ボスは当たっちゃう。しかも初見のボスとかちょっと、動きがわかんない。あ、来る来る。タイミングわかんない。あ、よく切れなかった。おっと、危ない。よーし。あんまりなんかあれですよね、スマホ強く触りすぎると、ノイズが入っちゃいますからね。いや、申し訳ない。メテオ来てほしい。HP、HP。あ、違う、クリティカルだった。さあ、クリティカルもいいですね。クリティカルマスター。俺はクリティカルマスターになるんだと。君に決めた。危ない、危ない。やめて、やめて、やめて。やめて、来ない、来ない。おっと。さあ、近距離攻撃タイプですか、スケルドンちゃん。挟まれ、挟まれ、挟まれ。あー、ダメージか。お、サファイア落ちましたか。進化シップも嬉しい。おっと、何これ、何これ。あー、追尾だ。お、ミスになった。あ、ここいけない、いけない。当たっちゃった。ものすごく追尾してきますね。なるほど。壁に当たったら消えるから、壁に当てておいた方がいいですか。壁の近くで良ければいいと。あ、これいいですね。逆に、相手が、こう、障害物で来れないから、あ、やっぱちょっと強いですね。なかなか倒せない。あ、やばい。あ、当たっちゃった。また。しかもダメージが多いですね。1600。ヒットポイントこんなに上げても危ない。ダメージ量多かったらあまり意味ないですよね。まあ上げてなかったらもっと減ってるってことですけど。血の渇き、ヒットポイントを回復しないと。あれ、治癒がなかなか出てこない。あの子が、よし、ここはヒットポイント増えそう。よし、確実に逃げ撃ちしないと。おお、血の乾きがあるからいいですね。よーし。あと、スマート出てほしい。レベルアップ。あ、これ HP ブーストの方がいいですね。最大値上げた分、その分回復もしますけど。まあ、治癒の方が回復量は多いんですけどね。お、厄介厄介。あそこに攻撃行かないから、向こうに行かないといけないでしょ。よーし。いやー、最近暑いんですよね。5月、まだ5月なんですけどね。この前ゴールデンウィーク終わったばっかりなのに。もう真夏ぐらい暑い。あ、当たっちゃった。2000ダメージは一体。
おお、あれ避けてるつもりなんですけどね。まあゲームによって当たり判定がちょっと違いますからね。シューティングゲームとかなんかあれですよね。少しかすっててもあれでしょうね。あれでしょ。あれでしょ。当たった、当たり判定入れなかったりしますけど。まあその代わりものすごく弾が飛んでくるんですけどね、そういうゲーム。おお、ちょっと待って。168、302、ちょっと待って。ダメージが。レベル上がって。厳しい。やめてやめてやめて。うわぁ！生き返らない。さあ、やり直しました。やり直したというか、広告見て復活いたしましたけど。いやーもう敵さんが強い。スマート。おお、出た、スマート。よーし、17000。ヒットポイントは多い。あー、ボス戦厄介ですね。追尾、追尾。おお、メテオ持ってこられる。あー、まだメテオの方が避けやすい。炎を持ってくるんですね。多彩な魔法使いさんですね。よーし。悪魔ちゃんはちょっと行かないで。ウォーターウォーカーってあれでしょ、水がある場所を動けるように障害物じゃなくなるってことですよね。けど残念だから、え、聞いた。うわ、何ですか、近寄らないでちょっとあ、近接タイプなんですか。おお、コモン、虚無のロープ、相手の攻め方が分かってくれればいいんですけどね。あ、危ない危ない。うわ、なんか来てる。うわ、すごい来てる。ちょっと多すぎる。うん、こっちからも来ますね。2個投げてません、気のせい。おっと、危ない。うわ、ヒットポイントが、回復量が100しか回復しない。なんか今回矢が出ないですね。クリティカルがいいでしょう。ダメージ量を考えると。さあ飛んできた飛んできた。うわ、また避けづらい。うわ、ここ壁だった。跳ね返りとかもないと困りますよね。うわ、これ厳しいですね。まあ、この子壁で、あの攻撃防げますからいいですけど。回復欲しい。回復出ない。うわ、やられちゃった。おー。一回しかコンティニューできないから。厳しい。23ステージまで来ましたか。さあ、戻ってまいりました。21まで戻ってきましたよ。で、やっぱスキルが、今回あれですよ。ライフ1回。サービス、悪魔ちゃんに HP を渡しましたね。スマート、あとやっぱりヘッドショットがいいですよね。で、フロントもあるから矢が2本でしょ。やっぱもうヘッドショットあると全然違いますよ。攻撃力少なくても一撃で倒せますからね。で、ボルトもつけているから、さっきよりも断然早い。倒すのがすごい。ただ先よりヒットポイントがやっぱ少ないのが問題。お、ヘッドショット来ましたね。あ、近づいてこないで。よーし。でもやっぱ、矢の数があんまり増えないんですよね、今回も。あー、マルチショット行きましょう。よし。さっきやられた、あれですね。ステージ。お、すごい。よーし。しかも一回復活できるという嬉しい特典付き。HP ブースト。あー、やっぱ倒しやすいですね。ちょっと待って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 。おー、ヘッドショット。あ、当たっちゃう当たっちゃう。さあ、26ですか。いやー、ヘッドショット有能ですね。皆さんおすすめですよ、もう。絶対つけてください、絶対。
ああ、ヒットポイントが、ちょっと、今なんか飛んでました？そう、私、当たり行くの大好きですからね、なぜか。あ、危ない危ない。おお、ミス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 。すごい。やめて、たくさん飛んでくる。避けられない、避けられない。よし、近づいて、近づいて。少しずつ近づいて。おお、結構ミス増えますね。あ、お、生き返った。あと、コンティニューも一応一回できるので、まだまだいけますよ。わあ、血の乾きで。よーし。おお、断然倒すの早くなりましたね。あと、ダイアゴナルでしたっけ？ 3 つに分かれるパターンの、あれ欲しいですね。さあ、この子の攻撃はあんまり大したことなさそう。ちょっと近づかれると厳しいですけど。ちょっと避けますか、こっちに。さあ、弾の動きが単調ですからね。おっと、やっこい。やっこい。あ、斜め打ち。なかなか倒せない。あ、当たっちゃう。あ、ただ、当たり始めるとたくさん当たっちゃう。よーし。さあ、ラッキールーレット。今日、福岡雨降ってるんですよね。ですから、基本ずっと動画を撮りしてるんですけど。あー、HP できますか。お、何気に1万 5000HP 増えましたね。おっと、危ない。もう相手も体力多いですからね。ヘッドショットでいきたいですね、もう。そのためにも、矢の数を増やしたい。おお、ヘッドショット 強い。あー、当たっちゃう。さあ、32まで来ましたか。あえて敵陣に飛び込む。これ避けづらいんですよね。まあでも、なるほど君になると思われるよ。お茶の子さいさいですけど、避けるの。あれ？ダメージ減ってる。わあ、ちょっと微妙に当たりますよね。あれ、跳ね返ってるの？もしかして。ああ、跳ね返ってる。厄介ですね。相手も跳ね返り持っていらっしゃるんですか？だいたいブーメラン方式で行って帰ってくるみたいなのが多かったですけど、壁に跳ね返ってるか、軌道変わってるか避けづらいんですね。さあ、あともうちょっと。あと15ステージ。さあ、この子はあんま攻撃してこない。弓矢ですか。お、レベル11。おお、跳ね返り。あー、サイドアロー。いやー、でもこれ跳ね返りでしょう。多分当たる回数考えると跳ね返りの方が当たるんですよね。おお、すごい。やっぱお強い。ちょっと待って、いろんな攻撃が来る。わあ、これ微妙ですね。いけそうな気がするんですけどね。ヘッドショットもあるから、よりヘッドショットが効きやすいですからね。多分跳ね返り入ってると。よし、この子は避けやすい。あと12ステージ。さあ、お、新しいスキル。本の効果。この下の、確か、メーターがマックスになるとスキル1個覚えるんですよね。お、ボス戦。あ、まあ、弓使いはそんなに難しくはないですか。弓だけなら。ん？早くないですか？ちょっと、打つタイミングが、わ、あ、なるほど。早い。打つタイミングが。こっちで。あ、なんか避けれてない。あ、当たっちゃう。やめてやめてやめて。やめてやめてやめて。やめてやめて。どのタイミングで打てるかわかんない。あ、やられちゃった。
サー復活しました。泣いても笑ってもラスト復活。さあ1体倒せた？倒せたっぽいですねボスが見えないんですけどね。あとはもうゴリ押しで。よし、さあラッキールーレット、クリティカル。お、治癒ですか。あんまり回復しないでしょう。そうですね。うお、やめてやめて、ちょっと、あ、跳ね返るからやめて、それ。厳しい厳しい。あ、ここに壁がある。全然気づかなかった。おし、レベル12。これレベル20超えないんじゃないですかね、そもそも。難しい。神の愛でいきますか。回復優先で。ちょ、まあ、飛ばしすぎです。うわ、これすごい打ってく。よし、42ですか。42。うわ、これ多分いけない気がするんですけどね。ヒットポイント回復はしてますけど、弓の反射の回数が多すぎて、まあ避けれないですね、これは。さあ、ナロ君はクリアできるんでしょうか。皆さん予想してみてください。危ない。よーし。おお、チウチウ。8900。やっぱ防御力増やしたいところですね。あとはヘッドショットが出るか、運次第ですよ。運要素が多いですから。よし。まあでも、ボスでやられるでしょうね。このまま行くと。危ない危ない危ない。あ、避けれない。よし、レベルが、あ、レベルマックスになった。あ、またスマート持ってない。サイドアローで。跳ね返りは今回持ってなかったような気がしますね、多分。持ってましたっけ？お、結構ヒットポイント回復してきた。いや、これも無口になりますよ。こうなる。よーし。確実に一体一体倒していかないと。いろんな方向から攻撃しちゃうから。まあでもこれ本当避けるのが上手な方でしたら簡単だと思うんですけどね。まあ、そうそう避けれないですからね。味方のモンスターじゃない、攻撃が。敵のモンスターだと思っちゃう。さあ、来ました。攻撃の仕方わかんないけど。おお、やめてやめて、ちょっと待って。これ炎当たっちゃダメなんでしょ、多分。あ、攻撃モーション入るまで、あれですね。やめてやめてやめて。ちょっと時間かかっちゃうから。おお、でも倒せそう、倒せ、おっと、危ない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 。あー、やめてやめて。ちょっと逃げます逃げます。よし、いけそう。いけいけいけ、押せ押せ。よーし、倒しました。ありがとうございます。なんとかかんとかですよ。なんでんかんでんじゃですね。もう嬉しい。いやー、達成感ありますよね、クリアできると。いや、皆さんもよかったらクリアですね、お待ちしております。お、また新しいアビリティ、なんでしょう、これよくわかんないですけど、全部の全属性が入るってこと。なんでしょうね。さあ、それでは今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど点のチャンネルの再生リストからですね、たくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。